ペルセウス座流星群の放射点、ペルセウス座流星群は、ペルセウス座ガンマ星付近を放射点として出現する流星群である。ペルセウス座ガンマ流星群とも呼ばれる。7月20日頃から8月20日頃にかけて出現し、8月13日前後に極大を迎える。四分岐座流星群、双子座流星群と並んで、年間三大流星群の一つ。 母天体は、周期133年のスイフトタットル彗星である。この彗星は1862年に、ルイス・スイフトとホレース・タットルによって、独立に発見され、イタリアの天文学者、ジョバンニ・スキア・パレッリによって、ペルセウス・座流星群の母天体ではないかと、指摘された。彗星が、流星群の母天体であると指摘されたのは、これが最初である。 当初は1982年頃にスイフトタットル彗星が回帰するとされていたが発見されなかった。しかしブライアン・マースデン博士の研究結果及び1991年と1992年にペルセウス座流星群が平年の2倍以上という大出現をしたことから母彗星も回帰すると予測され1992年の9月27日に 日本のコメットハンター木内鶴彦が、スイフトタットル彗星を再発見した。極大頃には1時間あたり30個から60個の流星が出現し、年間最大級の活動を見せる。極大の前後数日間は1時間20個以上の出現がある。お盆や夏休みの時期にあたり、また、夜間の気温も高い時期にあたることから、最も観測しやすい。 流星群と言われることもある。ペルセウス座流星群の流星は流れる速度が速く途中で急激に増行することがある。また明るい流星や下球が多く流星群が残ることも多い。これは大地速度が秒速 59km と流星群の中では比較的速いことによる。比較的明るいため薄。 曇りでも雲間から観測することもできる。観測しやすいことと夏休みの時期とも重なり、夏休みの自由研究課題などとして、子供向けに各地で観望会が開かれる。ペルセウス座流星群の最も古い観測記録は、西暦36年であり、1時間あたり100個以上の出現が観測されている。 流星群として存在が明らかになったのは1837年であり、これは獅子座流星群に次いで2個目である。19世紀までに少なくとも20回の出現記録があり、特にスイフトタットル水星が発見された1862年は中国と日本で観測されている。中国では、 満月の中4夜にわたって出現し、極大時には1時間あたり4800個に達する流星嵐を降らせたという記録が残っている。日本でもタバコを一服ふかしているうちにたくさん見たとの記録がある。それ以降は1921年に少し多かったとされる以降、ここ数十年は安定した出現を見せている。 ただし1980年8月12日の日本の明け方はいつもより多少多く流れたとされる当時の天文雑誌を参照されたい。また、母彗星が回帰した前後の1991年から1994年にかけては出現数が平年の2倍以上になった。原因が同じと見られる小さなピークはそれ以降2から3年は見えていたようである。 2004年は平常であったらしい。これらの現象は今では流星雨のコンピューターシミュレーションの格好の逃避判断材料になっている。ありがとうございます。